どうもさんは、オクチャンネルだーん。今回なんですけども、第586回ロト7解説動画やっていきたいと思います。で、はい、今回ですね、キャリーオーバーまだまだあるねというところではありますが、まあ、とはいえね、やっぱりもともとその難しいじゃんっていうね、当選確率もすんげえむずいよというものなんですが、まあ、僕はロト6よりはロト7の方が簡単な方じゃないとは思ってます。まあ、母数がね、やっぱりまず少ないし、その少ない中にたくさん数字が、あるんで、まあ、いけそうな気がするっていうね、気だけっていうところでもあるんですけど、はい。まあ、必ず知っておかないといけないっていうわけじゃないですけど、まあ、数字の流れとかっていうのが、まあ、回を重ねるごとに、ちょっとずつ動いていったりしたりとか、まあ、指標を変えていったら、まあ、あ、そっか、こういうとこ出てないんだね、こういうとこ選ぶ必要ないよねっていうことが結構分かったりするので、まあ、知らないよりは知っていても悪くないかなっていうふうに僕は思っておりますので、そのあたりでじっくり解説させていただきたいと思います。では、早速ですね、解説動画やっていきたいと思います。作戦金。はい、行きましょう。まずは最近の傾向なんですが、こちらでございます。で、576回から585回で、これは大阪抽選含んでおります。はい。で、ここから、まあ、いろいろね、見ていると、あ、なるほどね、みたいな感じで、こう見える方もいれば、いやいや、もうわからんよと、むずいよと、色が、まあ、なんか複雑だよ、みたいなね、感じで思う方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、言って10回分から、まあ、なんか得ようね、っていうのは、まあ、その答え出てくるかって言ったら出てこないわけで、で、要はまあ、僕まず細かいとこから見ていこうぜということで、いわゆる、ロトシリーズの宝くじには、あれ買いと言われている、この組み合わせちょっと買えないよねっていう難しい回があるんですよ。で、それがまあ今実際どれぐらいのね、ペースで起きてるのかっていうのを調べていきたいんですが、現在なんとですね、まあ大阪抽選含みなんですけども、60% だというところでございますので、60%、だから普通回の方が少ねえ状態ではあります。はい。で、じゃあ、深掘りしていこうねということで、その、難しい回、あれ回っていうのを、まずどれぐらいの、感覚のものなのかとか、数っていうよりも、要は、どういうパターンがあれ回なんでしょうかっていうふうに、まず決めておかないと分析ができないので、一応、私の定義としましては、同じ桁の数字が、4つ以上出た場合をあれ買いというふうにね、呼んでおります。で、これなぜかというと、要は7つ選ぶゲームの半分以上を、例えば10の桁だねーって、例えばここね、表ありますけど、576回とかね、こう11、13、14、18、19みたいなね、これ買えますかという感じだと思うので、まあそういったところを、しっかり分別つけていこうと。ということで、まあ、僕の定義上で言ったら4つなので、以上だからね。で、普通買いでじゃあどれぐらいなの？同じ桁のものは3つだよっていうことで、まあ、買い分けができるやんという話でございます。で、一応深掘りでこちら、どの桁で起きているのかっていうのが、まず1で1回、10で4回、30で1回でございます。はい。なので今のところ20では起きてないよねっていうのがまあ現実なんですけど、じゃあさらに、もう一個ね、あれか、僕ロト7においてはあると思っていて、要は先ほど申し上げた3つまでがいわゆる普通回だと。でも3つ数字出るのが普通パターン出ることあるんですね。例えば1の桁で3つ出ましたと。で、30の桁で3つで、3つだと。いうパターンなんかもあるんで、これはこれで買いにくいんじゃないかというふうに思っているので、こちら。はい。で、現在、2つ。3つの組み合わせが2つ出るよっていうのが、まあ今のところ起きておりません。最近はないです。どちらかというと、あれ買いは、まあ4つ以上、同じ桁のものが4つ以上出ることが多いよという形ではあります。なので、まあちょっと、そろそろね、この結構、3つ3つっていうパターンね、ワンペアある。パターンが結構、最近はないんですけど、そろそろ僕来るんじゃないかなと思ってるので、まあ、そこはそこで要チェックはした方がいいけど、今現状この状態だから何貼っていいかわからないと。で、考えると、こちらの方で出ている、例えば1、10、で、30、どれかで、起きる可能性高いんじゃない？なんだったら10が一番起きる可能性高いんじゃない？まあ、だから10をどれぐらい配備するかって3つっていうのはまあ基本なんだよっていうふうに思えば、まあ、3つぐらいは10で貼っといた方がいいんじゃないというようなことが、まあ、見え隠れしてくるのかなというところでございます。
はい、行きましょう。全開催部の出現ランキングなんですが、こちらでございます。はい、まあ一応、ロットセブンは約10年ほどやっているものなんですけど、まあこれはね、僕、よく分析するときに、縦でこう見てます。列って呼んでるんですけど、要は先頭に出た番号、何番出ようとも1列目の番号。で、それが7列目まであるとこう縦で見てますよっていう形なんですけど、まあこれ表を見ていただければ白いところっていうのがね、いわゆる番号出てないところなので、まあ白いところを見ていくと、1列目、2列目、そして6列目、7列目、白いところ多いよねということで、まあ偏りがあるっていうのは、まあこれは明確なんですよ。システム上絶対そうなるんですよ。はい。なので逆を返せば、難しいところもあるんだよっていうのが3、4列目。まあ5列目も難しいかなというところではあるんですけど、特にもう4列目はもうほんとむずいよっていうね。もうほぼ筒いっぱいもうマックスに近いぐらい出てるんですけど、唯一出てないのが4列目で4出てないんですよ。10年間。だから1、2、3まではあるんですけど、4がないですね。1、2、3、4っていうのは今まで出たことない。ちなみに1、2、3は1回だけ。今までで1回。10年で1回だけです。はい。で、逆にでかい順もそうですね。31から始まって37っていうのも、これありません。で、35、36、37っていうこのでかいの3つね。一番下の、数字3つ並べるっていうのも、これも今まで10回。ごめんなさい。10年間で見たら3回しかないっていう、まあ、非常に少ない組み合わせだということなので、まあこの辺の組み合わせ別に、極端に1、2、3、4、5、6、7とか、31、32、33、34、35、36、37、ちょっと夢あるじゃないですか。でもそれは夢でしかないので、まあこのパターン、まあ2つ、この2つはまあ買わなくていいんじゃねっていう話にはなるのかなというところでございます。で、まあ10年間やっているんだから、ね、年間で見た場合、要は10回以下の出現のものっていうのは、いわゆるダーツでいうところのマスじゃないっていう、的に当たらないようなところなので、こちら。はい、出現エリアという形で、まあ濃厚、じゃないっていう、いわゆるマス取るんだったらここじゃないっていうのが、まあ、各列ごとに出ておりますというところですね。で、一応まあ、注意点として、やっぱり、まあ、要は、まずどっか難しいとこ絶対あるよねっていうのが、もう確実に4列目なんですよ。20個の幅だから、非常に難しいというところなので、4列目はもうちょっと運任せの方がいいかもしれないなと思ってます。で、逆を言うと、例えば5列、7列、1列、ここ12個なので、非常に少ないということだから、まあ、ある程度時間かけても別にここはいいけど、4列目だけは時間かけちゃダメだと。難しいんだということがわかるんじゃないかなっていうところでございます。で、さらにこちら。はい、前回最後の出現トップ5ね、列ごとの、上位5位までのものをピックアップして、これはまあ横に見ていただきたいんですけども、これで、前回ですね、いわゆる大阪抽選じゃない番号どうだったのって見ると、ここで見たのが、10、12、11、17、23、30、36、そして21ということで、1等いけるんだという状態なんですね。今、この前回細分で見れば。ね。なので、結構まあ常連算数字が出ていた傾向があるんで、まあそういうところ、時はやっぱりまあここ非常に強いんだよと。間違いなく強いんだよと。いうことが分かってくると。では、これの一応中身深掘りしていくんですが、こちらでございます。はい。で、一応この赤い表は34個の番号がある。34個ね。で、ここにないやつって3つあるで。16、20、25。で、基本的に母数を僕減らすゲームだとロト7思ってるんですよ。大体まあみんな7つ探すゲームだっていうふうに思う方多いと思うんですけど、僕実は出ない30個をどれぐらい的確に探すかっていうゲームとして捉えてるので、まあその出ない30個を探すためにどういう探し方したらいいですか？じゃあ例えばこれの場合だったら、まあさっきじゃあ赤い表で1等狙えるんだと。じゃあこの中に番号何個あった？34個だと。じゃあその中にない番号16、20、25。この3つは出ない可能性高いから37から3つ避けれるわけじゃないですか。じゃあ33個になるわけですね。34個ね。ごめんなさいね。34個ですね。になるので、まあ、とりあえずそれで一旦ちょっと詰めるみたいな感じで、まあやってて、どんどんこう何かしらかの見方で、こう出ないだろうねっていう番号どんどん減らしてて、要は極端な話30個綺麗に見つけた時、残り7つが当選番号だった場合、確実に1等取れますよと。まあこれが別に6つでも5つでもいいんですけど、まあ要はどんだけこう出ない30個を探すか、どうやって探すかっていうのはまあ一応僕のやり方だとこういうところから見ていくというところですね。で、削除しにくい数字っていうのがあるんですけど、ここの表、また戻させていただくと、要は1列でも2列でも、両方に嫌がるってやつって、
どっちかに出そうじゃないですか。しかもトップ5だし。で考えるとこの5、9、15、17、31、34の6つは気をつけろというところでございます。はい、行きましょう。出現が少ないアンダーファイブなんですが、こちらでございます。はい、まあ、この表は、まあ、さっきのトップ5の逆ですね。いわゆるアンダーなんで、下から見たもんなんですけど、まあ、赤字とかに点灯してないから、最近ここから出たわけじゃないと。で、基本、まあ、さっきのお話をさせていただいているので、まあ、要は10回以下のものは、まあ、そんなに僕貼らなくていいと思ってるんですけど、まあ、要は列ごとに特にね、この1位のとこ、これはもうやめとこうねっていうぐらいで使っていただきたいかなと。で、まあ、最近結構ね、この中でも、例えば10回以上出てきてるやつたちも増えてきてるんで、まあ、ちょっとそろそろね、4位か3位ぐらいまでね、収めとこうかなっていうふうにね、最近ちょっと思っております。はい、行きましょう。トレンド数字でございます。直近10回分の傾向、こちらでございます。はい、非常にスッキリしています。はい、選びやすいわけじゃありません。少ないだけです。はい。で、一応ここから、まあ、何がわかるかっていうと、まあ、基本的には10回中同じ数字ずっと出ますっていうのはないんですね。ないんだ。それが非常にわかりやすいんだというところではあるんですけども、まあ、今のところ最大出現回数見てると、2列目の13で3回。で、思ったらごめんなさい。7列目の36、4回というのがね、あるんですよね。なのでまあ一応現状、まあ大体僕基本は3回ぐらいだと思ってるんですけど、まあ4ヒット、したら変更しようでっていうね、感じで、まあ、考えておく方がまあいいんじゃないかなとは思ってます。今まで過去に列ごとで見た場合、僕ミニロトで1回だけですね、5回っていうやつ見たことあるんですよ。でも、それ以上6回とか7回とか別になったことはないので、まあ、だいたいまあ4、3回ぐらいで天井来るんじゃないかなと思いつつ、まあ、難しいんですが、まあこれまた横にね、表を見ていただいても面白いんですが、36っていう番号が7列目で4回出てるんですけど、6列目で1回で合計5回出てるねっていうことで、最近よく出てる数値、36。間違いないっていうのはあるんですが、まあこれも結局、じゃあ、7列目の36はないとしても、6列目の36はあるかもしれないですね。じゃあ、そう考えていくとどうなるかっていうと、36が6列目に出た場合、次37位だから、36、37のこの2ペアは、ちょっと検討案としては入れといてもいいのかもしれません。ただでもそうなると、7列目の37が、まあ4回目の出現になるので、これひょっとしたらまだかそのパターンないと考えると、6列目の36もないのかなっていうふうにも考えることができるかなというところなので、結構ね、この表僕、眺めるの好きなので、見てたらこういろんな考察が思いついたりとかするんですけど、まあ横で見ていくと、例えば出なさそうじゃないって、もう結構来てるんじゃないっていうのが、まあ11、で、あと13、で、あと23、これも結構ね、多いんですよね。だからこのあたりは、まあちょっとひょっとしたら来ないんじゃないかなっていうふうにはちょっと考えてはおります。で、さらにこちら。はい、トップ3ですね。トップ3。列ごとに見た分の出現してるものの、出現回数に応じて分けてるものなんですが、一応まあここでもね、大阪抽選じゃないものでどうだったので、11、12、10、23、17、30、36、そしてボーナス時20ということで、これも1等いけるんだということで、今、傾向として見るならば、どっち使ってもいいんだけども、ただ、個人的にはちょっとトレンドをしてまして、で、それはなぜかというと、先ほどの全開催分で結構1等取れるパターンっていうのは、よく出てる、いわゆる常連数字たちがよくボーンと来た時に通用するんですよ。で、トレンドの方っていうのは、どちらかというと別にそういう超常連たちが出てなくても、結構上位の2等とか3等とか狙えるよねっていうのが、結構リアルにあったりするので、まあ今、おすすめはトレンドなんですけど、まあどっち使っていただいてもいいのかなというような、まあ流れではあるかなと思っております。で、さらに中身なんですが、こちら。はい、33個の数字があって、トレンドの削除見込みとしては、21、24、26、28の4つはいらないかもしれないと。で、トレンドの3回以上の出現なんですけど、13、36、37。このあたりは、まあ、いらないかな。
使わないかなっていうふうに、まあ、考えてもちょっといいか、まあ、さっき言ったようにね36、37のペアなんかは、まあ、特にちょっとなかなかね考えにくいなっていうのはあるので、このあたり出ないんじゃないかなともちょっと睨んでおります。で、同じくトレンドの削除しにくい数字なんですけど、これも20個もあるということで、まあ、このあたりは結局ね、まあ、いろんな番号そうなんですけど気をつけなあかんのよというところですよね。だから36もね一応ここ入ってるから、また36はちょっとそうなんですよね。37はバーンって跳ねても僕はあんまりなんかこう外した感じはしないですけど、36はちょっと気をつけた方がいいかもしれません。はい、行きましょう。変化法での出現予想なんですが、こちらでございます。一応、まず流れ見とこうね、ということで、現在ですね、よく出てる数字というのは、5、8、10、23、30、36、37ですね。で、最近ちょっとご無沙汰じゃないというのが、25、26、27、そして34でございます。で、結構ね、個人的な見解としては、この25、26、27のエアポケット、このあたりは、いや出るんじゃないかなとちょっと睨んでます。正直ね、睨んでます。はい、まあ難しいな、何とも言えないところではあるんですけど、多分ね同じものが例えば30番、この4回で見たら結構立て続けに出てたりで、36、37もそうですね。このあたりはおそらくないんじゃないかなって、感じはするんですけどね、ちょっと何とも言い難いところではありますが、まあ、30はないかな、そんな感じはします。で、さらにこちら。はい、一応変化法でございますから、両隣の数字を集めております。4回分のものです。で、重複分省くとこちらでございます。33個でございまして、ここにないものが25、26、27、34の4つですよというところでございます。では、最後まとめなんですが、こちら。まず削除しにくい数字っていうのが、まず、基本的にはまあ前回当選番号。ちょっと大阪じゃないものですね。この辺はちょっと要チェックした方がいいんじゃないでしょうかというところと、あとまあ削除しにくい数字が前回サイムとトレンドがございますと。で、最も重要なのがこちら。はい、トップ5で3つ、トレンドで4つ、トレンドの3回以上で3つ、で、変化法の削除、番号見込みで4つということで、まあ、数としてはそんなにないと、14個ほどですね。で、被ってるやつも、ないことはないか、26とかは被ってるんだけど、他はあんまりないかな。かぶり意外と少ないですね、今回ね。はい。なので、25と6ですかね。はい。がかぶってるぐらいなので、まあ、今回結構、これね、どうなんだろうなっていう感じなんですけど、個人的にはまあ、削除のここには入ってないですけど、まあ、30番は来ないかなって感じはしております。はい。まあ、さらっとね、解説させていただきましたが、まあ、本当にね、いつになったら当たるんだとかも思いつつなんですけど、もちろん、その、どこから番号を選ぶかっていうのも大事なことではあるんですけど、一応僕いくつか指標を出してるっていうのが、要はなんでやってるかっていうと、こっち良かったのに、急にこっちの指標じゃないと当たらなくなるみたいなのが結構あって、まあ、そこの読み合いっていうのもあるんですけど、なんかね、本当生き物だなって感じするんですよ。まあ、もちろんその予想と言っても答えがないものなので、そもそもじゃあ、そういう意味ないよっていう方ももちろんいらっしゃるんですけど、ずっと見てると、まあさっき言ったように、例えば列で見た場合、10回中10回同じ番号でないんだよっていうことがまず分かれば、例えば固定番号もどれぐらいの頻度で変えないといけないのっていうのを、まあ、最大出現回数を見て、あ、なるほど。じゃあ、4回今ヒットしてるから、5回目はないだろうっていう形で、まあそれはまあカットすることができるわけじゃないですか。だからそういう、まあ細かなところをね、しっかり把握しつつ、狙っていけば、まあひょっとしたら夢を叶うんじゃないかなっていうふうには、考えております。まあ、そんなにね、簡単にポンって当たるようなものじゃないっていうのも、重々そう承知だし、なんだったら多分自分が一番分かってるわけですね。もう長いことやってるし、どうも、まあもちろん一等当たったこともあるんでね。ミニロトとかスクラッチはもちろん一等当てさせていただいてるんですけど、やっぱりまあロト6、ロト7、で、あとまあちょっと最近やってないですけど、ビンゴ5。このあたりは抑えたいなと思ってます。はい。なのでまあ、ちょっとね、とりあえずひとまず、ロト7、なんとか。当選させていただきたいなと思っております。では皆様、当選結果の動画でお会いいたしましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。